事故から4年7ヶ月が過ぎ、今日2015年10月29日、今日全国から集まった避難者、それから帰還者の私たちはここに集い、改めて私たちには避難の権利があることをここに表明したいと思います。そして避難の権利を求め、避難の権利が保障される社会を目指して、避難の権利を求める全国避難者の会を設立いたします。私たちはこの4年と7ヶ月、本当に様々な分断に苦しみ、傷つき、もがいてきました。私たちがどこに散らばってしまっているのか、私たち自身を見つけることができずに来た4年と7ヶ月でもあります。私たちこの会は、まず知り合うこと、つながり合うことを大事にしていこうというふうに考えています。新町から札幌市に避難移住いたしました中手と申します。この会の共同代表の一人をやらせていただきます。よろしくお願いします。ちょっと初めですね、ちょっと雑談めたことを言えさせていただいて、部活にも今日スライドショーがこんなに自分で言うのも手前ですのが変ですけど、こんなに説得力あるものになって知りませんでした。部活にも先ほど涙をちょっと知りました。今までこういう集まりに来ますとね、何かこうやっぱり本当に避難者の実情を訴えなきゃいけないとか、そういう場面が多くですね、なんかカメラを構えた方など泣く瞬間を待っているような、そういう場面も多かったんです。今日はそういう意味では私たちにとってですね、晴れがましい日になるといいなと、これから本当に避難の権利を作っていくための、そんなふうに思っております。福島県大玉村から現在神奈川県相模原市に避難をしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんにちは。今紹介していただきました田野目久美と申します。私は神奈川県相模原市で生まれ育って、結婚後に福島に移り住みました。福島はとてもいいところですよね。私は大玉村というところにログハウスを建てて自然に優しい生活をしよう、そして生活を始めた2年目に震災が起こりました。福島の生活はとても豊かで、私は寺で生まれ育ったにもかかわらず福島が大好きになり、避難してからもずっと家が恋しくてたまりません。そして私は本当にのんきに暮らしていた瞬間でした。なのでこうやって皆様の前に立って壇上に上がってカメラを向けられて、この場がとても違和感です。本当に普通の主婦だったんです。でもなぜ私がここにいるかというと、子供を守りたい、その一心でした。私は今相模原の実家にいるので、まだ自分では恵まれているのかなと思っています。実家にいるおかげで避難者同士の付き合いはあまりこの4年以上ありませんでした。でもここに来てこうやって皆さんとつながっていこうと思うのは、みんなと一緒に子供を守っていきたいからです。お疲れ様市の方に今日はと子供さんが少し寝起きになって通っていたんですけれど、なぜか4番目の子供ができまして、育児休暇を取りました。育児休暇は明日で終わりです、はい、ただ育児休暇半年の予定だったんですけれど、妻の出産が結構大変で異常だったのと、子供の、心臓にちょっと障害があって手術が繰り返したんですね。で子供の状態が落ち着いたので、いろんな会とかに出てるようになってきて、そこの中ですごく感じた疑問点もいろいろあって、とにかく復興庁の説明会、福島県の説明会出るとすごく腹が立つ。でその腹が立つ中で、へこたれずに今度埼玉県の住宅支援課とかそういうところの話もしてみる。そうなってくると、やはり全国で一斉に同じような行動を取らないと、日もさっちもいかないなということで今日は来てみました。